国立は許された者だけが立てる聖地。第89回全国高校サッカー選手権準々決勝、舞台は千葉会場福田電子アリーナ。勝てば国立となるこの一戦、埼玉県代表西武大高校と島根県代表立正大学湘南高校の対戦。今大会最多の176人、はい、スタンドでは150人を超えるサッカー部員がのぶとい声で応援をしています、はい。リーダーの3年生野中圭太君は、はい、さあ池田かい、加藤だ、加藤のシュート、今大会7点目、先制点17番の加藤。前半の9分を過ぎたところ、この準々決勝前半早い段階で試合が動きました。加藤の今大会7点目、3点目のシュートがゴールになりました。水沼さん、素晴らしいゴールです。この加藤のシュートですが、ポジショニングっていうのはやっぱりゴールには必要なんですけども、はい、そのこぼれてきそうなところ、パスが出そうなところ、その予測が今素晴らしいんだと思うんですよね。本当によくゴールが見えてるんでしょうね今。はい、まあ、いいです。さあここは佐々木だ、佐々木トップスピードに乗って左足のシュート、ポストに当たった、ポストに当たりました。佐々木のシュート、まだチャンスだ、まだチャンスだ。清水が手を挙げた、ファーサイド、その清水の前に届きません。前に送るか、8番の松本、ちょっと黄色いユニフォームがボールを持ち始めました。佐々木だ、佐々木が打つか、清水が空いていた、清水がかわして、うん、2番の沢本、そして清水のシュート、クロスバーの上、清水のシュート、今日3本目のシュートが清水。今のいい攻撃でしたよね、はい、ワンタッチ、ツータッチで入ってメンバーの交代はありません。前半と同じメンバーで国立を目指します、黄色いユニフォームの西武大高校です。さあ向こう側のラインです。ここでボールがつながっている、こちら森谷監督、その森谷監督が初の国立を目指している。さあ清水がヘディングシュート、うわー、清水、やはり清水、西武大追いついた。後半の2分、清水のゴール、今大会5点目、素晴らしいゴールでしたね、はい、本当にサイドをうまく使って、そこからのクロス、滞空時間長いボールでしたけども、先にジャンプしているのが、まあ、このゴールにはつながりましたよね。ここまで今日のゲーム前半4本のシュート清水、しかしいずれもゴールの枠を捉えませんでした。していました。この大会はその苦楽を共にした400人の思いも背負って国立を目指しています。さあクロスが入るか、14番の今清水がファーサイドに立っている、その清水か、10番の末松シュート、あっとこれはディフェンダーがクリアするか。いやー素晴らしいカバーでしたね。時計で後半20分になろうかというところ、ロングスローがあります。はい、さあロングスローを入れてきました。ヘディングで送ったボールは16番の新里シュート、14番の池田のシュート、14番池田のシュート、勝ち越しのゴール、国立へ池田のシュート、その重い扉を一つこじ開けたか。2対1になりました。後半の19分、池田のシュートが決まりました。ロングスローからの一発でしたね。いいタイミングで打ちましたよね、今ロングスッと入ってきますよね、はい、ここでロングスローがあるという、そのリポート通りロングスローがある、のその脅威、圧力というのはまだ衰えないですか。いやこれ清水だ、清水が打ったーと、クリアしました。高校が逃げ切るか、ゴール前に放り込んできた、清水がゴールを決めるかどうか、佐々木だ、佐々木のシュート、このボールはラインを割った、ラインを割りました、佐々木のシュート。今の佐々木のプレー早かったですけどね、清水からのヘディングをスッと抜け出して、もうタイミングよく左足でもう一回打ちましたけども、そうですか、惜しかったですね、2年生の時に怪我、県勢初の国立が見えてきた。残りアディショナルタイムも少なくなってきた。今1分30秒を経過しました。アディショナルタイムは2分、その1分30秒経過、逃げ切るか白いユニフォーム、追いつくか黄色いユニフォーム、ライン終わりました。さあそろそろこの手元の時計が気になってくる。
懸命の応援、そして祈る応援、両校のスタンド、森谷監督が送る視線の先に黄色いユニフォーム、一方南監督が視線を送るその先には白いユニフォーム、さあ町山だ、町山から中に入れてきた、うん、岡田のヘディングシュート、3番が入った、10番の末松、10番の末松、なんとアディショナルタイム2分を経過したところ同点ゴール、同点ゴールが決まりました。同点ゴールが決まりました。なんとアディショナルタイム2分経過したところ、水沼さん、ドラマがありますね。国立をかけたこの準々決勝 PK 戦になりました。まずは清水が決めました。さあ水沼さん、はい、奇跡的なゴールが決まった西武大高。続いては5番の山崎、左足で、あーっと山崎のキックが外れました。を背負って戦わなければいけないと南監督は話しています。さあ続いてのキッカーは6番の中村、あー外れました。これで1人ずつ外しました。元5人目のキッカー決まりました、決まりました。さあこれで立正大学湘南高校外すか、それともキーパーの小澤が止めればその瞬間自身初、そして県勢18大会ぶりの国立が決まります。キッカーはキャプテンの中村健吾、距離を取りました。静寂が進んだ千葉会場、このボールは決まりました。完全にキーパーの逆を突きました。さあ今度は一転して立正大湘南高校、これを決めれば県勢初89回のその歴史に名を刻むことになります。初の国立が今また手を差し伸べました。キッカーは3番の深夜、小沢がしのぐか、祈る加藤、初の国立か、外れました、外れました。いるんでしょうか。キッカーは途中出場の6番の岡田、7人目のキッカーです。あー止めました、三山止めた、さあ三山止めた、またしても立正大学湘南高校国立に王手、今度こそサッカーの神様が微笑んでくれるかどうか。初の国立、立正大湘南決めるか、4番の竹内、島根の思いも背負っている、それが決まりました、それが決まりました。初の国立、島根の思いが通じました。立正大湘南初の国立決めました。湘南高校南健二監督です。国立です。ありがとうございます。ずっと夢見たところに立つことができて本当に嬉しいです。国立でどんな湘南のサッカーを見せてくれますか。攻撃的な思い切ったサッカーをしたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございました。